アニメ化企画進行中は、著者、我が道掛け湯、イラスト、白花王による日本のライトノベル。2011年12月から、講段社らのベ文庫より刊行されていた。全3巻。著者の掛け湯は、これが、デビュー作となる。タイトルは、読者の目に留まるようなインパクトあるものがいいだろうということで、思いつきで、アニメ化企画進行中、を提案したところ、 そのまま通ってしまった。三巻で一句切りつける。予定の胸が二巻後書きにて告知され、全三巻にて完結した。天崎陸とは中学校時代に勇者だった。しかし、周囲の人には誰も信じてもらえず孤独な日々を過ごしてきた。過去を反省した陸のボルは、自分の過去を知っている人物がいない、学校、高校学園に入学する。しかし、そこで待っていたのは、 常識の通用しない先輩たちと、自分の過去の情報だった。社食記号 BA-90、後段シラノベ文庫より観光アニメ化企画進行中 ?2011 年12月28日、発売 ISBN978 から4から06から375209から、例アニメ化企画進行中 2012年6月1日発売 i SBN978 から4から06から375,240から3アニメ化企画進行中。2013年2月1日発売 i SBN978 から4から06から375,278から6魔法使いなら、ミスを食え、セクシャルハンターライオットとの合同の企画。 2012年6月15日21時よりニコニコ動画性中継にて初公開された。同6月22日からは、講談社らのベ文庫サイト他にて公開中である。ありがとうございます。